はい、えー、皆さん、こんにちは。アイドルカメコチャンネルです、えー。今回はですね、ちょっと構図を決めながら、えー、現像していくっていうことで、ちょっと構図を考えるっていう工程について、えー、と見ていきたいなと思っております、えー。そもそも自分の場合なんですけども、まず、ほぼ9割型なんですけど、横で撮ることが多いですね。 あのというのもあの余白に意味を持たせたいっていうところとあとはあの自在に縦にトリミングできるっていうようなところであの基本的に横で撮ってあの構図を決めるっていうようなところを、えー、いつも中心に考えています。あのまあ、こういう時あのよくあの画素数の話が出てくるかもしれないんですけども、まあ、そのアイドル本人含めて写真を見てほしいユーザーの大多数がスマホで見るっていうふうに想定したら自分はもうその辺は一切気にしないと。 もうあの印刷するとかだったらまたちょっと話は別なんですけども、あのー、基本的にあのスマホで SNS とか見るっていうようなところを考えるとまあ別にそんな。 気にしなななくていいかなといかととううようなところで自分は横で撮ってあの縦でトリミングしてあげるみたいなことは全然意図はないかなというふうに思っています。あくまで SNS のプラ各プラットフォーム上の見栄えのみ気にしているというようなところでやっています。で、えー、とまずそれ、えー、じゃあ見ていきたいなと思うんですけども、えー、まず前提としてあの背景の表情があの半目だったりとか、あとなんか表情が崩れてるとか事故ってないっていうふうに判断した写真のみ、えー、動画用として使用しています。というのもあの背景あの 事故ってて誰か分かる写真を載せるっていうのは、まあ、本人の名誉のためにもあのもちろんあのやめておいた方がいいかなっていうところとあとは、えー、最低限というか、まあ、これはもうほぼレタッチしている状態でちょっと構図をどういう風にして考えていくかっていうのを、えー、見ていくために、えー、もうすでにレタッチ済みのものを、えー、使用していますっていうところをあらかじめご了承くださいじゃあまず、えー、っとこれはノットイコールミーの永田栞里さんですねあのこの時のライブはついこの間あの年末にサッポ 絶賛札,札幌であのやったライブなんですけどもあのこの時ってあの亀戸席が全部あのオールスター、まあ、つまりあの全員スタンディングの状態であの前の人こんな感じに右下と左下ですよねこの前の人の頭だったりとかあともちろんあのステージもそんなあの大きい、えー、というところではないのであの他のメンバーが横に映り込むっていうことが全然ある。 ただあの、この永田栞里さんの表情はあの非常にいいかなっていうところで、えー、ちょっとこの写真を使っていきたいなって思いましたと。こういう場合は、あのもう大胆に自分の場合も縦にするっていうことが多いですね。あのそうしたら縦にする前提だったら、あのこの右下の,あの頭のかぶりとか別に気にならないので、こういう時はもう自分はもう,もう縦で構図作っちゃおうかなと思います。まず普通にすると、まあこうですよね。これは、うーん、 正直上の空きが気になるなっていうところでもう少しあのトリミングをしてってえー、っとまあ余白まあこんなもんかなっていう,うーんまあ好みは分かれますね例えば目線の動きがあの右に行ってるんでちょっと右を開けるっていうのもあるんですけどまあ自分はここはあのこのあの何ですかねこの さあの急分割した、えー、点の中で、えー、とここの顔が、えー、真ん中に収まるようにして上はちょっと弱く描ければいいんじゃないかなっていうところでこんな感じにしたかなというようなところですねこんな感じで、えーとまあ、構造を決めていくみたいなところを、えー、考えていますね基本的にあの窮屈になりすぎないような感じで、えー、かつ、えー、ともう,こう写真アップした時に、えー、見栄えがいかによくなるかっていうのを中心に考えているというようなところですね、まあ、こんな感じで、えー、見ていきたいなと思っております じゃあ次は、えー、これですね。えー、これも同じような考え方ですね。えー、っとまあ富田な、これもノットイコールミンの富田奈々香さんですね。これは、えー、これもあの見た瞬間自分はもう縦に使うかなっていうところですね。でただ、えー、こんな感じでさっきみたいに前、真ん中に寄せちゃうと、えー、まあどうなるかっていうと左のメンバーの手とかの肘とかが映り込んでしまうんですね。こういうときどうするか。 まず基本は切りたいんです,よ、ね、切りたいんですが、まあ、基本的にこうよじゃ切るために、えー、こう寄っちゃうとどうなるかっていうと今度は逆に窮屈になりすぎんじゃないかなとかねこれだとすごい窮屈かなーってなるんで、まあ、左の,あの手とかあの衣装の,あの部分は消えたんですけどもこれ自分はあんまやりたくないですねなんでかっていうと ちょっとドアップになりすぎて窮屈で余白がないなっていうのが一つと、あとこの銅から下のあのなぎ目がないと胴体のみの写真になってしまうんですね。だからこれってすごいわかるなと思ってて、こういうふうに胴体から上が存在しているってなると、なんかちょっと人間味があんまないなっていうような窮屈な写真になるなっていう、あとなんかすごいあの頭が大きく見えてしまうなっていうところがあったりするので、自分はこういう構図は避けたいなと思ってます。じゃあどうするかっていうと、もう、 衣装のこのこつなぎ目を見せる。例えばこの,ずなあの衣装のつなぎ目のこのズボンとかベルトの部分ですねあのスカートとかズボンとかベルトとかのこのつなぎ目を見せるっていうところまでは意識したいなというふうに思ってます。なんで、えー、この場合は左のメンバーの手が映んない程度で上をちょっと開けるぐらいっていうので、うん、まあここの。 ここのちょっと衣装の部分っていうのはあんま気にしないぐらいにしろくかなっていうで、えーっとまあ、こんな感じで構図を作るかなっていうだからこのベルトの部分とか、あのーまあ、スカートの部分とかズボンの部分とかが見えるように、えー、っとするとかっていう風に、えー、衣装のつなぎ目胴体だけじゃなくて衣装のつなぎ目が見えるようにするっていうような、えー、工夫をしていきたいなというふうに思ってます。 でこれの応用編なんですが、次、これもノット取りルみの本田美幸さんですね。えっとこれ、あの表情はすごいんで、ぜひ使いたいなと思ったんですけども、まず衣装のつなぎ目が、これが、あのまず撮影した時点で胴体より上に撮っちゃったなっていうのが一つ。 っていうところなんですが、まあ、ちょっと表情がいいので使いたいとただ、えー、これは実はうまいことこれはあのオールスターの利点というか、あのー、あ前の人の頭がつなぎ目を隠してくれて絶妙になんかシルエットにしてくれたのとライブ感が絶妙にこれ演出できるんじゃないかなと思ったんでこれはあの選別しましたとこれはあの簡単ですよねだからこう縦に使ってこういうふうにもう 強調しちゃって、もうつなぎ目も関係なく、こんな感じに構図作っちゃえばいいんじゃないかなというふうに思ってますと。はい、で、まあ、左見ての場合によっちゃ、ちょっとこっちや、うん、まあ、いっか、うん、まあ、こんなもんかな。ちょっと左寄せにして、えー、こんな感じの構図作っちゃっていいかなというふうに思ってます。これがまず、えー、応用編ですね。で、えっ、ー、と、次の場合は、えー、っと、これじゃない、えー、っと、 石田千穂さんですね、ST48 の石田千穂さんあの、第1回にも出てきました、自分の誌面ですが、えー、とこれもともとが縦構図で、えーと、どうするかっていうところ、えー、これね、縦で取ったんですが、まあ、普段横で取るって言ったんですけど、こんな感じであの、もうソロで狙うときとかは縦で取、えー、るみたいなことは、えー、大いにあります。えー、ただ、これす,すごい動きがついてて、あのまあ、右手が、あの 肘も収めたかったんで中央に取ってたんですけどこれはの脇を締めるような振りですね右手がで左手があのもうぜあのお客さんにマイクを向けるみたいな演出なんでちょっと左手が伸びてマイクが切れちゃってるっていうこういう時どうするかっていうのを考えたいんですよね表情いいんですけどもなんかうまいことこれ構図使えないかなっていうところですねで、えー、とこの場合は、えー、どうするかって言ったら 普通だったらこれもね、さっきの発想ですごい寄りたくなっちゃって、マイクを切ってこんな感じでしてもいいかなと思うんですけど、これもね、やっぱりね、ちょっと衣装のつなぎ目、これはあのもうあの上下がセットになってる形になってるんで、これあのもうスカートの,あの下まで見せないと、これまた窮屈になっちゃって、実質胴体より上に見えちゃうなと思っちゃうんですね。なんで、この場合はこれも寄りすぎないで、うん自分だったらもう引いて、引いて、あのもう こんな感じにして、足をちょっと見せる。膝をちょっと見せることによってあの、まあ、窮屈じゃなくなるでかつあの、まあ、膝が見えることによって衣装のつなぎ目というかあの体の部分っていう全身だっていう情報がわかるようにするっていうさっきだとこれであの、まあ、窮屈になる。 窮屈になるさっきだと窮屈になっちゃうんで、まあ、こんな感じであの膝だったり足の情報を見せることによってそんなに頭が大きく見えないっていうのとあとあのスタイルをよく見せられるかなっていうような、えー、イメージでやっていますとなんで窮屈になりすぎないっていうのがポイントですねで次なんですけど これをどうするか、えー、これは ST48 の海 ST コ,コアさん、えー、これはあのー、もうめちゃくちゃいいカットだなって撮れたときを思って、あのーまあ、すごい大人数の中で、あのー、ちょっとばっちり撮れた1枚だったりするんですけど、うんまあ、これを、えー、どう生かすか、あのー、もう後ろがある意味もう、後ろのメンバーがある意味背景になってたりするんで、なんかこの、すごいな、なんだろうな、あのー、すごいきらびやかに見えるんですよね。 だからこれをうまいこと縦にしたいなって思っててこれをえまあ縦にしますまずはでこの考えたいポイントとしてはうーんとこの髪の毛にちょっと動きがついてるんですよねっていうのとあとは普通だったらこんな感じにしちゃいたくなるんですけどあの目線がやっぱ左を向いてるんであの髪の毛の動きを残してあげるとともにちょっと余白を作ってあげたいなっていうところで えーとこの目線の先ですね左上に、あのー、余白を作ることによって、あのー、ここのことですあのここですねここ,ここのことここの余白を作りたいなっていうところですねはいここに余白を作ることによって目線の動きを残したいっていうのとあとはここ、えー、髪の毛の動きを、えー、残すことによって、えー、この2点の、えー、目線の動きを作りたいなっていうところで構図を作るみたいなこういうこともありますと。 いう,ようなとこ,ろです、ねはい、こんな感じでえー、っとまあ縦にするっていうようなところもあります。 じゃあ最後まとめとして、えー、とこのパッカットならどうするか、えー、大人数の中でもうバッチリこっちにゼロズレでえーポーズが決まっているシティ48の岩田ひなさんの場合これもどうするかって言ったらもう自分だったらもうこれもあの縦にガーッとやっちゃいますねただこのまま縦にするとなんかすごいポツンとあのなってるような感じでかつあの衣装のつなぎ目が切れちゃってるんでもうこの場合は自分も大胆に寄っちゃって でかつあのもう指がバッチリこっち向いてるんで指差しが。なんでもう指差しをこの9分割の中のこの交点の部分とか交点は難しいけど、まあ、ただそのグリッドの上に乗せたいなっていうところでもう思い切って寄っちゃってこんな感じにするってところですかね。こんな感じですればもうバシッとあのもう。 あの要は受け手の,あの目線がまず指に行くんで指に行ってから顔に行くみたいなすごい絶もう絶妙にバランスの取れた写真になるかなと思うのでこんな感じで構図を作ってからレタッチをしていきますレタッチの基本のやり方は第1回を参照してくださいあの基本のやり方はですねシャープを上げて、えー、とマスクを目にあかけるようにするでノイズを基本的にあの軽減する でえー、テクスチャープラス20にするで明瞭度をマイナス20にするみたいなところで、えー、とその繊細な部分の、えー、髪の毛とかの繊細さを強調しつつも全体を少しふんわりさせるっていう締めるとこは締めてふんわりさせるとかふんわりするとで、えー、とカラーもこれは気持ち落としたいなまあ3700ぐらいでしょうねで自然なサイドを少し上げるでこれあの気持ちアンダー気味なんでえっ、ー、とまあ上げていくまあこれはあの そうだな、こんなもんでいいかな。えー、露光でコントローラストをちょっと上げて少し、えー、締める。であちょっとまぶしいんで、えー、ハイライト下げる。でシャドウを上げることによって、えー、髪の毛の質感を出す。白レベルを少し上げて全体の白を、えー、上げる。で、えー、黒レベルをちょっと下げることで、えー、髪の毛の黒い部分を締める。っていう感じでやる。で、えー、とあとは、えー、とこんな感じでブラシのところで。えー 肌補正、まあ、ちょっと薄くはやってるんですけどもまあもう一周ですねあのややりましょうか、えー、こんな感じで、えー、と全,身全身塗ってテクスチャーと明瞭度、えー、と3対2の割合ぐらいでやるであとはあのちょっと鼻のテカリとか自分あんまりこの汗のテカリとか鼻のテカリも好きじゃないんでえっ、ー、と修復ブラシで消していくですねでえっ、ー、とあとはうんまあ そんなほうれい線気になんないですけどちょっと薄く消しときましょうかこのほうれい線をえー、っとマスツペンで塗ってまあ薄く消しときますかで最後にちょっと目を強調させましょうえー、っと目を目の中をえー、っとこんな感じでちょっとテクスチャー上げといてあとはえー、っと眼球の部分ですねここにあのいい感じでぼんやりライトが入ってるんでえー、っとここを塗りつぶして、えー、っとハイライトをちょっと強調させましょうか うん、はいこんな感じででえー、っとで最後うーんとちょっとはいろこを上げすぎたので、えー、背景が持ち上がっているのでちょっとハイライトを、えー、少し下げて調整するでえー、っと明瞭度も下げることで少し背景の雰囲気をぼんやりさせましょうでぼかしてあげるですかねまあいいんじゃないですかねあとちょっと気になるのはちょっと色温度を落としたのと照明の具合で その目の白目の部分が少し青みがかっちゃってるんでここをちょっと色温度あ逆の色にすることで、えー、殺しますと、えー、いうような感じで、えー、こんな感じで、えー、いいんじゃないでしょうかはい出来上がりですね、はい、っていうような具合で、えー、仕上げていきましたこんな感じであの構造を 作ることを、えー、今回は、えー、見ていったんですけどもやっぱりあのまとめとしては余白に意味を戻したいっていうところとかあとはあの横で撮ることによって自分の場合だったら、えー、縦にトリミングもできるっていうところ、えー、こういうような自在性をやっぱり考えていくというようなところで、えー、もう運用していますっていう感じですね。でえー、っともちろん構図ってあとはあのそうですね何だろうな。 あの選別の時とかもあのこういうふうにあのこうどういうような構図が自分が好きで,で、えー、とどういうような写真を上げていきたいかっていうような自分の好みとかが分かると選別の時にも割と救える写真というかこの写真も使えるなとかあのこんな写真もアップしたいなみたいなあの幅,幅がポジティブに広がるんであの写真を、えー、撮った写真を選別する時とかも幅が広がって非常に自在性が増すというようなところで、えー、バンバン好きな写真を上げられるかなっていうふうにはなっています。 っていうようなところで、えー、と自分はもう本当にあの窮屈になりすぎないように余白を作って、かつ髪の毛が割と動きが、えー、大事だと思ってるんで、髪の毛の動きに目線がいくように、えー、余白を持たせてあげたりとかしてあげるっていうのを、えー、意識してやっていますというような感じです。はい。えー、じゃあ今回の第2回の、えー、構造の話は以上にしたいと思います。えー、と何か…あの こんなことを取り上げてほしいとか、あと、こういう、これってどういうことなんだろうみたいな、えー、質問だったり、感想とかがあれば、えー、コメント欄に寄せていただければと思います。あと、えー、チャンネル登録、高評価いただければと思います。それでは、えー、ご視聴いただきありがとうございました。